八花。八カとは、八カ語を共有する漢民族の一支流と規定され、中国の少数民族の扱いは受けていない。原則漢民族であり、そのルーツをたどると古代中国、州から春秋戦国時代の中原や中国東北部の王族の末裔であることが多い。歴史上、戦乱から逃れるため中原から南へと移動、定住を繰り返していった。 移住先では原住民から見て、よそ者であるため、八家と呼ばれ、原住民との圧力も多かった。この争いを土脚回答という。中国内の移動、定着の歴史は、およそ六段階に分類され、最初が、秦の時代あたりから、後世地帯への入植。第二段階が、西春の八王の乱から、鋭家の乱にかけて、黄河流域の中原や河北の北方住人が、 長江以南,非南第3段階が、東末の高層の乱に、後世、福建、関東の奥地に南下。第4段階として、南宋末期の元軍の進攻により、関東に広がり、第5段階では、真の時代の領土拡大に伴い、西は、四川省、東は、台湾に展開、そして、最後の段階として、海南島まで南下した。 ほとんどの家に古代からの俗府があり、祖先信仰が強く、風習も、堅くなに守ってきたため、周囲から隔絶されて発達した、発火後には、古代の文語が渦漏れるように残っている部分があると言われている。主な居住地域は、中国関東省、福建省、厚生省など三幹部であり、梅州、慶州、帝州、関州は八火四州と呼ばれる。在外下境、 カジンとして、タイ、マレーシア、シンガポールなどの東南アジア諸国に暮らす者も多く、カジンの3分の1は、八カジンである。台湾では、北中部の東園市、新築県、苗栗県などを中心に居住し、放浪人、福、人という場合は、特に、福建省に出自を持つことを強調しており、貧北の者に疎外感を与えないように配慮して言葉、用いているに次ぐ、 大きなエスニックグループを構成している。そのため、公共の交通機関などでは、国語、北京語、台湾語、福語に次いで、発火後の放送が行われることが普通である。また、台湾では、世界で唯一の発火語専門テレビ局発火電子台があり、ケーブルテレビ網を通して、ニュースや文化的な番組をはじめ、ドラマや娯楽番組などの放送を行っている。 八家の人々は、周辺に住む他の集団とは異なり、山間部に転んで居住することが多く、独特の言語、文化を持っている。言語は、古代の漢族語を今に伝えていると言われる。そのために、歴史的に他の集団と圧力を起こすことも多い。しかし、少数派であるがゆえに劣勢であるため、中央政権や王朝と、良好な関係を保とうとする傾向がある。 このような背景から、ッカには、漢人としての意識が、比較的強いとも言われる。移民の通例として、土地の所有が困難であったために、流通や商業に従事することが多く、指定の教育にも熱心なことで知られる。商業の他には教育の高さから教職に就くことが多い。これらの特色から、中国のユダヤ人などと呼ばれることもある。客家を含む家業は、 ユダヤ人、アルメニア人、隠居と共に、四大移民集団の一つと言われる。八カの多い地域に、中国共産党が非常に強い影響力を持ったため、八カには、共産党勢に加わったものが多かった。また伝統的な、中国人の階級意識において癒しめられることの、多かった軍人となったものや、反乱や革命に参加する者も,も、近代以前から多い。 そのため、太平天国の指導者である、江修善や、中国国民党の孫文、中国共産党の東小平やシンガポールの、リーク安優、李光陽などが輩出した。台湾総統の李登輝、蔡秀文や、映画監督の宝光圏も出自は、台湾に移住した、客家であり、タイの首相を務めたタクシンチナートインラックシナワトラ、兄弟も出自はタイに移住した、客家である。 よく知られているドロー、円形のものは、円楼、正方形など四角形のものは、放楼と呼ばれる、独特の集合住宅は、八火人全体の宗族ではなく、福建省の一部参観部の八火人だけに見られる、もので、外部からの襲撃を防ぐために作られており、一族がまとまって居住している。また、関東省や香港では、囲いと呼ばれる、 城壁のような壁の中に村を築く方法も取られていた。このことから、八家の間には他の官民族と比べ規律を重視する気風が生まれた。米中国交樹立前のアメリカ合衆国は中国の衛星写真を解析したが、その際に沿道の外見の形状をミサイルサイロと誤認。 中国大陸に大規模な核基地が建設されているのではないかとの疑念を1985年まで抱いていた。2008年7月、復権泥としてユネスコの世界遺産に登録された。発火という民族的概念が定着したのは中国で近代に入ってからである。中織林は1930年代に発火学を創始し、優秀性、独自性、 中原起源などが強調された現在の白カのイメージを作り植えた。台湾においては戦後の国民党政権において台湾を中国の一部と見なす中国ナショナリズムが植え付けられた時期にそのような概念が流通したとする指摘もある。流沈発は白カは北方からの移民ではなく公州人との回答の中で起源の正当性を主張したことが誤って 定説とされたと主張した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。